皆さんこんにちは、こんばんは。メイン MC のプーです。アシスタント MC のリです。よろしくお願いします。お願いします。ということで、熊本戦の前、そうですね、水戸戦が終わった時点での収録となります。そうですね、その辺6節ですね踏まえまして、第この動画は8節栃木 SC 戦、はい、水曜日開催ですね。そうですね、見ていきましょうよ。はい、見ていきましょう。もうね、シーズン始まってまだ4月ですけど、はい、水曜開催意外と多いね。そうだね、ここを乗り切れるかどうか、まあ、正直その3連戦鹿児島、清水、水戸がうまくいかなかったわけじゃないですか、はいはい、だからこの熊本、まあ、どうなってるか分かんないですけど、熊本、栃木、そして徳島っていうね、ちょっとまあ上行くならここ勝っときたいなみたいなところ大切ですね。ということで、まあ、栃木もメンバーから簡単に見ていきたいと思います。はい、まあメンバーもそうなんですが、まあ栃木 SC なんといっても田中誠新監督になったというところでね、まあ、我々世代としてはかなり大きなトピックスかなと。いやそうだね、まさか監督になるみたいな。そうなんだよね、しかも栃木、まあヘッドコーチとかやってたっぽいんだけど、まあもうレジェンドですよ、ジュビロの。でまあかなりガラッとチームも戦術も変わったなっていう印象もあるし、まあ、結構ね補強も即戦力からルーキーまでみたいなところでね、面白い動きはありましたと。いや何を隠そう、栃木っていいフォワードがいるイメージ。そうですね、まあ結構苦しめられてきてますからね。でしかも、まあ、途中で期限付きできたイスマイラを完全移籍で持ってきたり、奥田選手入ったり、 J1 からなんか注目の若手入ったりみたいなね。いやどうしたみたいな。今年の栃木の補強は結構今までベテランの補強が多かったイメージから、まあ確かにね、なんか若い選手を取るイメージに変わったというか。そうだね、まあ高萩洋次郎だったり、はいはいはい、レアンドロ・ペレイラとかもまああんまり活躍できなかったけどいたけど、まあ確かにちょっと新監督来るにあたってちょっとね方向転換したのかもしれないけど、まあなんか丹野健太選手とか、なんかベテランしっかりと即戦力になりそうなところも取ってきてるっていうね。そうだね、キーパーに関しては我々2枚いただいてますから。そうなんですよ、まあ、これでかかったでしょうけど、栃木的にはすごい痛手だし、ジェフ的にはすごいありがたい。そうね、まあ藤田のね、そうですね、まあレンタルとはいえど我々のチームに来ましたからね。まあ大島選手もねいただいちゃいましたけど、まあここは確かにとっても大きなトピックスだったかもしれないですね。まあただ本当に監督が変わっていろいろと戦術も変わってるというところもありますので、まあ現在の状況とかも一緒に見ていきたいと思います。現在ですね3勝3敗、まあかなりはっきりした感じで8位ということで、まあ圧倒的にジェフよりも状況がいいわけですよ。そうだね、でなんか負けてる相手も開幕戦の岡山だったり、まあ、前評判高かった山形とかみたいなところで、まあ結構ねこの3敗もネガティブではない、結構上位対決続くんだけど、まあなんか甲府とか横浜 FC とか今プレーオフ圏内にいるようなチームを倒してのこの順位っていうところで、まあ調子はかなりいいと見ていいと思います。なんか絶好調なチームにはちゃんと強いというか。そうなんだよね、でなんか右下にも書いたけどめちゃくちゃ攻められてるんですよ、ハイライトとか前半とかダゾーンで見ても、でもゼロで抑えるみたいな粘り強さがあるんですよね。いやなんか攻めてるイメージじゃないけど勝ってるイメージあるよ。なんか言い方悪いけど失点数に対して勝ち数がいいというか。いやそうなんだよね、6得点11失点って8位のチームの数字では確かにないんだよな。そうなんだよね、なんか負ける試合は本当に勝てないけど勝つ試合って 1-0 で綺麗に勝つとか、そうですね、本当に綺麗な勝ち方をしている印象が今シーズンはね強い。なんか結構千葉が、まあ、メンバーとか見ても結構入れ替わってるなっていう印象あると思うんですけど、今まで結構千葉もガチガチに固められて最後ロングボールからの一本で決められて負けるみたいな栃木多かったと思うんですけど、まあなんかそんな感じではないんだよね。前線の選手かなり個人技もあるし、まあなんか攻め方はかなりバランスのいい、年代的にもバランスのいい、総合力高いチームかなと思うんですが、ただね、やっぱり注目選手をちょっと挙げさせていただきたいのが、
ヤーマキショー選手なんですよ。いや全試合出てるからねここまで。そうなんですよ、39歳。まあなんかねこの男をなくして語れないんですよねやっぱり。いや矢野貴章と我々はね非常に相性が悪い。ちなみにそうなんですよ、なんか数字だけ見てしまうと奥田選手とか石田選手大島選手みたいな方が得点とかもめっちゃ上げてるしいいんだけど、やっぱり映像を見るとね矢野貴章絶対外せないんだよね。まあ、出てきてから崩されるパターンもあるし、うん、矢野貴章ほんと苦手。いや苦手なんですよ。なんかまあ J2 の通算成績とかも書きましたけど、決して2桁上げるとかめちゃくちゃアシストするみたいな感じではないんだけど、まあなんか試合の入りちょっとふわついた時にもしっかり締められるし、この選手に1本出せばね39歳のベテランがね競り勝つんすよ。そうね、あそこで収まるとかあそこで1個競ってくれるっていうのはちょっと矢野貴章の存在感はでかいというか。そうだよね、偉大だよねちょっと。まあ本当に数字だけで J1 昔からね日本代表の頃から数字だけでは語れないというところで、まあこの矢野選手も含めてまあ本当になんか相手かなりハイプレスからみたいなところ結構あったりするので、まあ、ちょっと鹿児島戦の再来になるかもしれないというところで、守備もしっかりそして攻め方も明確にみたいなところが大切になってくるんじゃないかなっていう気はしますね。それでは我々のジェフも見ていきましょう。はい、ではジェフユナイテッド見ていきましょう。はい、まあ、ちょっと熊本戦スケジュールの都合で私だけで撮ってしまったんですが、まあ、水戸戦をちょっと振り返ると0対0だったわけですよ。いや攻め溢れたね。いや本当に確実にチャンスはいっぱいあったんですけどね。まあ攻められてもいたけど締めきれなかったというか仕留めきれなかったっていう印象が強い。間違いないですね。結構まあ危ない時間帯っていうのもありつつ、耐えて耐えて1本ここで決めたら楽になるっていうのをしっかり外すっていう。確かに、いやー勝てないねみたいな。そうなんだよね。ただポジティブなニュースはいくつかあって、まあ本当に熊本戦のスタメンとかもちょっと今気になってる状況ではあるんですが、なんかエドゥアルドが復帰するんじゃないかみたいな朗報があると。いやいるといないとね、でかい本当にエドゥアルド。そうなんですよね、とっても大きな。で横山選手もまあしれっと復帰して今スタメンで活躍しておりますと。そして何より FC 東京からこのタイミングで期限付き移籍が来ましたと。いやびっくり、品田真人選手超即戦力だよ超いいよ本当にいいボランチ。去年も甲府でスタメンとして結構活躍してた印象があるけど、まあなんか言っちゃ悪いけどよく FC 東京貸してくれるよねジェフに。いやあれだよね、お金はと同期かな FC 東京で言うと。あそうですね、ほぼもう多分年代的にも一緒みたいな。多分まあ西堂選手とかともかなり近い、もう若手をどんどん貸してくれてる感じですね。いやちょっと期待はしたいし、田口の怪我が気になるかな。そうだね、そのための補強だったのかなみたいな。そうですね、ちょっといろいろと憶測ありますけど、はい、まあ本当にねいい補強をしたというか、単純にボランチの層っていう。でまあ小林もすごいいいけど、やっぱ試合を作れるボランチが今いないっていうのがね、縦パスを出せるボランチがいないんですよ。そうですね、そこに対して的確な補強だったなと。まあ間違いなく J2 で実績があるってところを考えても、まあ、計算ができる選手だと思うんですよね育成型だとしても。なのでまあちょっとスタメンで出るか分かりませんがっていうところで、やっぱり水曜開催なんですよね。一応センターバック、まあ、大輔佐々木翔吾ってやってみたけど、まあ今久保にはメンデスといる中で、まあ本当ここの争いですよね。いやセンターバック争いがね熱いっていうのはね、一番チームとしていい状態なんだよね僕的には。ああなるほどね、センターバックが誰が出ても試合が成り立つっていうのはね結構チームとして珍しくて、やっぱり固定されていく場所ってキーパーセンターバックから。確かにね、今までかそうでしたからね。そんな中でメンデスが出たりとかさ、久保庭が出たりとかっていう、非常にね誰が出てもなんかいいところがあるっていうのが今のジェフのね最大のストロングポイント。そうですね、でまあなんか熊本戦でもちょっと話したんですけど、まあおそらく、まあ、鈴木選手もいいパフォーマンスありましたけど、藤田選手がまあ戻ってきてるだろうみたいなところもあるので、はいはい、やっぱりカウンターとか後ろからのロングボールで1本みたいなところも増えると嬉しいんだけどね。いやそうだね、まあ何を隠そう椿が復帰してるからこそそういうところ期待したいし。そうですね、田中も走ってるし。そうですね、かなり前線も走ってるからこそ、そこを見つけてパスを出せるエドワルドであったり藤田だったりっていう復帰を早々に願いたい。そうなんですよね、
もう前線は走ってるからこそあとはパスを出せる選手がいるか見れてる選手がいるかみたいなところにもうなってきてはいると思うので、はい、とにかく勝とうぜ。そうなんですよ、まあ、一応注目選手はもうなんか全員ではあるんですけど、まあ、誰が出るか、でもこの選手は外せないってことで小森選手とかも選んでるんですけど、後ろと中盤がしっかりしてきたらカウンターとかもガンガン狙えると思うんで、しっかりとね組み立てて攻撃をやってほしいと。本当に得点止まっちゃいましたからね、得点水戸戦複数もうね2桁は当たり前だと思うよ小森に関しては。 そうだね、その上でどれだけ積み重ねていけるか、得点を狙っていけるのかみたいなところを含めて、はい、かなりシュート打ってますから、去年よりさすごいシュート打ちたい選手になったなっていう印象を受けますんで、ね、今チームトップですから彼のね得点を期待して勝利をつかみ取る、はい、そんなところでとにかく連勝でいきましょうこの連戦。そうですね、多分福割平日だけど見に行く人も多いと思うんでね。それではね楽しい週末まず勝って、そして水曜日4月新年度一発目の試合やっていきましょう。それでは来週もお会いしましょう。柏には負けられない。